探究学習は高校の必修科目で、生徒が自分で課題を見つけ、解決の糸口を探る授業です。今日、県内3つの高校の生徒による探究学習の成果発表会がオンラインで行われました。高知小津高校の生徒たちが取り組んだテーマは、開発途上国の生産者を支える貿易の仕組み、フェアトレードです。私たち高校生にできることは、フェアトレードについてより深く正しい情報を知ってもらうためにチラシを作成することだと考えました。コジャント探究フェスと銘打った発表会は、学習支援システムを開発している東京の企業スタディーバレーとサンサンテレビが開催。高知市の製紙メーカー、日本高度紙工業など企業も参加しました。探究学習を通して自分はこれをしたいっていうようなところにたどり着いているので、すごいなというふうに思いました。企業の方を相手に成果発表するということが今までなかったので、すごくいい経験になりました。